ただですね、指がうまく押さえられないじゃなくて、この三次元的な手の位置、そうなんですね。だったり構え方だったりっていうことで指は楽に押さえられること。れはどうしても持ってるかバッチリですよ、今いきなりそれできてたら。これでアルペジオ弾くのって大変だろうな。だいぶ音も本当。おはようございます。ちょっと準備してくださいね。ということで、それでアルペジオを弾くには、Dマイナーでアルペジオを弾く。まあ、なんか昭和な感じになってきます。あ、できるじゃん。Dマイナー、まず Dマイナーやってみましょうか。Gマイナーと弾ける。じゃあこれ2回ずつでいきますね。そして A はそうですね。前にこうストローク夏やったやつを楽譜を今引っ張り出してきてるんですけど、1回目です。本当に嘘でなく1回目です。それで A を2回弾いて、であここって3回やってるのかな。 A3 回やって D マイナーだと思います。ちょっと私やってみると歌えるかな。ギターのコードを押さえちゃいます。去年のあなたの思い出がテープレコーダーからこぼれています。あなたのためにお友達も集まってくれました。これで、ね、のみ感想なアルフェジオの練習もモチベーションが上がるんじゃないかと思います。消しちゃっていい？はい、ちょっとこれもお家で見ると復習できるかなって。